コールダーホール原子力発電所は英国北西部カンブリア州にあった原子力発電所で現在廃炉が進められている。1956年10月17日に運転開始した最初期の原子力発電所で1981年セラフィールドに改名された後2003年3月31日に原子炉の運転を終了した。 2007年9月29日には4つの冷却塔が爆破解体された。西側諸国発の原子力発電所として知られる。原子炉は原爆級プルトニウム生産に優れるマグノックス炉を採用している。このタイプの原子炉で実用性のデータが集まったことから、この発電所以降、イギリスでは黒塩炉が主流となる。 建設当初核兵器生産の意図もあったことから、純粋な世界初の商用路ではない。世界初の原子力発電所は、ソ連のオブニンスク原子力発電所。電気を得るだけの純粋な商用原子力発電所は、米国のシッピングポート原子力発電所が最初である。コールダーホール原発の機数は全部で4機合計出力は24万キロワットであった。 1>, 1号路の運転開始時の記念式典にエリザベス二世女王が出席している。2002年にロシアのオブニンスク原子力発電所が閉鎖、廃炉されたため他の第一世代の原子力発電所を含めて創業中の原子力発電所としては世界最古、世界最長の運転経過年数であった。2003年に閉鎖されたが老朽化のため2007年に 大きな冷却塔が爆破解体された。http://www.47news.jp:/cn/200709//cn200709300100076.html 発の商業用原発解体開始英国コールダーホール原発。ありがとうございます。